皆さんこんにちは。今回は 4.5 螺旋第2期の使用率ですね。母数が今回10万程度なのでみんな虚無なんやなと。一応ここの結果が全てではないので。なんなら突や武器とかもごちゃ混ぜなので。参考程度にするのがおすすめで、強さの絶対的な指標としてはおすすめしません。厳密な指標を知りたいならどちらかといえば、条件のあるタイムアタックとか見る方がいいのではないでしょうか。ってことで、使用率ですね。特に敵が変わったわけではないので軽い感想を多めです。こちらは所持率に依存した使用数となっております。所持率が低いキャラでも上位に来る統計方法ですね。ってことで、大体いつものメンツですね。今回は前半で周敵、後半で両手剣や岩が主なメタですかね。一応クレイや炎飛など、鉱石削れる系の放棄も多少特攻ですかね。で、低い組だと北斗ロサリア、コレイあたりは、優秀なサブタッカーや付着として使えるので、キャラに困っているなら育成がおすすめです。アタッカー組はともかく、大体そんなところでしょうか。続いて、使用率低めの高い組。今回は岩が強めなので、岩組は少し高めの位置をキープですかね。ほぼほぼこの低いの枠組に張ってしまったら、5% 以内でどう変動するか、っていうのは結構重要だと思います。ニーロー開花が激減していこう。草主やバーバラも完全にこの位置が安定してしまいましたね。まあ、プリムスが毎回草耐性持ちだったり、星5が揃ってきたから仕方ないといえばそうですね。続いて、使用率 B 組。アヤトからセノまで。最近はこれくらいが中堅と言っても差し支えない気はします。それくらいアタッカーって飽和してる気がする。というのはさておき。氷耐性の向かい風とかあるのでアヤカは低めです。あとは岩組は従来比高めをキープしていますね。リネは意外と低いと思ったけど、本当に意外と低い気がした。後半は岩接待とはいえ、勝利一人でほぼ解決できるので、さほどリネと相性が悪い敵でもない気がします。所持率が低いとはいえ、こっちの統計だともうちょい高くてもいい気はしました。そして、使用率 A 組ですね。シャンリンから小まで。小はギリギリ A をキープというか、いつの間にか A の壁って高くなったよね。で、アルハイゼンは使用率投射費低めですね。勝利で解決できるんで、超開花するにしてもナヒーだけ削ればいいだけな気はします。ただ、テンプレが使いづらいと大きく下がる理不尽な気はしますね。一応キャラ単体だと低くても編成単位だと高いってのは結構あります。フータオについては単体も勝利もデフォルト搭載なので高めですね。そして、上位組ですね。最上位は前半特攻の3名と、後半特攻の勝利だね。まあ、フリーナは特攻というと語弊がありますが、前半はカズハかそれ以外か、で範囲攻撃有利。ってことでヌビレット。後半は説明していますが、イワシールドの特攻として勝利がかなり強いですね。S の方を見ていくと、ヌビレットと組まれやすい玉術。あとは、イワ特攻なのでチオリとナビア高めですね。ベネットはナビアなどと相性がいいので高め。ライデンは単体ボスが後半だから高いという感じでしょうか。ナヒーダは従来比かなり使用率を削っていますが、それでもかなり高めの水準を維持していますね。やはり露骨な接待環境だと結構使用率に影響を与えることがわかりましたね。4.6 の敵更新時は召使い接待なんでしょうけど。まあ、炎接待だとすれば炎はやたら多い印象なので、岩ほど露骨な変化は起きなさそうです。続いて使用数についてです。こちらは全体からの使用数での統計なので、所持率が低いキャラは下がります。ってことで、リネとかセノがこちらではかなり低いですね。エウルアとかもそうかな。そして、使用数 B 組ですね。ティナリからアルベドまでで、岩組は所持率がかなり低いので、かなり落ちちゃっていますね。落ちちゃったという表現が正しいのかはあれですが、所持率低いキャラはだいたい B くらいに収まることが多いですね。リオセスリもこちらではだいぶ低めです。そして、上位組です。ヌビレットが落ちて、他3名が維持ですね。ヌビレットはアタッカーなので、強いとはいえどさすがにサポーター上位を越すのはなかなかきつそうですね。ただ、今回の復刻で増えるのは確実だと思うので、どうなるのでしょうか。あとは、A 以上で見れば、ヌビレット、ライデン、ナビア、フータオの4名だけってのは、アタッカー上位はやはりかなり壁が高いこともわかりますね。
次回はまだ敵の配置は同じままですが、次回の敵更新がクレバール配膳も使用率戻しそう。逆にナディアは敵更新で下がりそうですね。あとはポジション不明ですが、召使いの使用率がどうなるかも注目したいですね。そして、使用率の変動です。岩組が多少増加していて、リオセスリが増加した、くらいですかね。一応クレイやエウルは増加は、リオセスリもそうでしょうけど、氷砕きというか岩シールド適正から採用って感じでしょうか。下がった組については、草組が主に少し下がった感じですかね。今回は対策とかはっきりしている感じなので、2回目ということもあり、あんまり変動はなさそうですね。タルタリアはどっちで使っても今回難易度高めではあるので、対策知って確実に攻略するなら違うキャラ使う人はそこそこいそうですかね。ちなみに、チオリはこの統計では一番所持率が低かったようです。まあ、岩パーツということもあり仕方ない気がします。実際勝利と合わせた岩にとか便利感強めですが、世間の需要的にはあんまり受けないでしょうね。というのが顕著に出た結果だと思います。最後に、編成の使用率ですね。1位はヌビレットが圧倒的に高め。そこにフータオ、ゲナリ、ナディア、ショー、タルタリアという感じかな。ヌビレットは前半で圧倒的に処理がしやすい。フータオ、ゲナリは単体に特攻で。ナディアとイットは岩シールド適性が高いですね。ショーについては前半が多めですね。風耐性があるとはいえ、最大 HP が低いことを考えると前半なのかな。そして、ココミ、ヌビレットアッシュ、勝利賞、アルハイゼンという感じ。単体だと低めだったキャラも多いですが、編成だと安定の上位枠でしたね。後半編成はほぼ勝利入りが上位ですね。昭和4枠目を勝利かフリー中で上下分かれている感じですね。そして、全体からの使用数のランキング。こちらでも大体同じような順位ですかね。ライデン入りの編成が入ってきたくらいでしょうか。ライデンは所持率自体はかなり高めなので、使われている数で考えると高めですね。という具合で、ライデンが増えたくらいですかね。というわけで、今回は 4.5 バージョンの最新使用率についてでした。いかがだったでしょうか。多分これまでで通りだと3回目の集計とかは行われなさそうですね。環境も変わらず、統計しても結果もほぼ変わらないでしょう。ということで皆さんの使っているキャラや、予想していた結果との違いはどうだったでしょうか。感想などなどお待ちしております。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。